国府遺跡1国府遺跡は、大阪府藤井寺市総社に所在する、旧石器時代から中世にかけての複合遺跡である。国の史跡に指定されている。国府遺跡出土創新具藤井寺市立障害、学習センター展示。藤井寺市長、大正時代に、京都帝国大学の浜田工作などを中心に、発掘調査が実施され、縄文時代前期、弥生時代の遺物とともに、 多くの埋葬人骨が確認されて注目された。前回の調査でもサヌカイト製の大型石器が出土していたが解明には至らなかったので、1957年、1958年に再調査が実施された。先の縄文時代文化層より、会の粘土層中からサヌカイト製の石器群が確認された。鎌木吉正によって、緑上白片の連続剥離技術の工程が、 復元された。鎌木による皇帝は、松藤和人によって否定され、現在言われるような、瀬戸内技法を復元した。浴場白片を素材とする内フ型石器を、国府型内フ型石器、さらに、瀬戸内技法を含む、石器群を総称して、国府石器群と呼ぶ場合もある。発掘調査には、浜田のほか、東京帝国大学の小金井義樹よ、 京都帝国大学の鈴木文太郎、足立文太郎、清野賢治、大阪帝国大学の大串菊太郎、東北帝国大学の長谷部賢人らと、人類学の鳥居隆三、歴史学の北定吉らが参加した。また、藤井寺師匠は、市内に多く所在する前方公園墳と国府遺跡から出土した、縄文時代の上耳飾りをモチーフにして、制定された。ありがとうございます。